封鎖資格獲得をして内部で協議した結果がこちら。マンシーはセルティックのストライカーである古橋への関心を冷やしており、金曜夜の移籍期間終了までに新たな選手を獲得する可能性は極めて低い。マンシーはオスカー・ボブが足を骨折し、3、4ヶ月の離脱を余儀なくされたことを受けて、古橋との契約の可能性について協議したが、この選手の獲得には応じないことを決めた。コペンハーゲンの19歳 FW オーリー・オスカルソンを獲得する可能性についても話していたが結局、グアルディオラ監督と SD のベゲリスタイン氏は、バルセロナからフリー移籍で戻ってきた MF ・デュンドアンによって強化された現在のチームを維持する方が良いと判断した。父からすれば高い移籍金を払ってまで取らなければいけない理由が見つからなかったのでは。ここ1週間ほど、かなりそわそわしながら状況を見てました。ロマーノのインスタを何度も確認しましたが、続報は来ず。今回に関しては古橋の怪我とかもありそうよな。ロマーノが報じたということは接触があったのは間違いない。そんなタイミングで負傷するとは持ってない。最初からないでしょ。自分の期待も込めて、大げさに騒いで記事にする日本メディアの悪い癖ですよ。さすがにないだろうと思ってたけど、やっぱりなかったか。セルティックが CL で勝てない最大の理由は、これなんじゃないかと思ってしまう。いい選手は、移籍できないなら行こうと思わない。まだクローズまで20時間くらい残ってるから、グラスゴーからマンチェスターまで3時間くらいだから、とりあえず2泊くらいの荷造りしてすぐに出発できるように走っとこう。モチベーションの維持は難しいけど、評価された実力を自信になんとか頑張ってほしいです。冬の移籍でいいクラブに行けることを願います。今回一番のパラシュートだった。